世代です。はい。岡田選手と田修斗選手来ていただきました。まあ来て1年目で、わからないことばっかりから始まったシーズンだったけど、まあ、うまく、馴染めたとは言えないけど、まあ、うまく、乗り切った1年だったと思います。謙虚だね。いろんな意味でね。太田選手はどうでしたか？まあ、個人としては、まあ、僕2年目で、ある程度チームとしてやりたいサッカーとか、スタイルっていうのを分かった上で、まあ、自分に求められていることっていうのも、すごい理解している中でスタートして、まあ、序盤はなかなか、自分が個人で考えるとパフォーマンスは上がらなくて、苦しい入りをしたシーズンでしたけど、まあ、自分と向き合いつつ、チームの中でどうやって生きていくのかとか、まあ、そういったところをうまく自分の頭で整理して、まあ、個人のところで言うと最後ら辺、最後にかけてというか、まあ、夏場ぐらいから、コンディション的にも良くなって、うまく、まあ、自分のパワーをこうチームにこう生かすことができるというか、そういう風になっていったっていう印象はあります。まあ、もちろんアタッカーの選手なんで、こう数字がシンプルに勝ちにつながるし、選手としての。まあ、そういったところで、数字っていうのはこだわっていて、まあ、もちろん本当に満足してないし、こうやっぱチームが、なんだろうな、勝てないとか苦しい時期に元点取ってアシストして、こう、貢献できたら、まあもっと満足感っていうのもあったのかもしれないけど、なかなか勝ちに結びつけることとかが、できなくて、そういった意味で言うと、全然満足はしてないです。まあさっきの話から継続すると、金沢戦のゴールが、まあ、勝利につなげられたゴールだったので、ロスタイムで決めたゴールっていうのは、すごい印象に残ってるし、まあ、あれは本当にチームでハードワークして、まあ、あのゴール自体もいろんな人が関わって、みんながこうギリギリに届くところでやってたところに最後、僕のところにこぼれてきてっていうゴールだったし、まあ、そういった意味でも嬉しかったし、まあ、会場の皆さんと一緒になれたあの雰囲気っていうのも嬉しかったので、まあ、あれが一番印象に残ってるゴールです。まあ、正直こんな出れると思ってなかったし、実力以上に運を味方につけて1年間走り切ったかなと思います。まあ、自分たちのスタイルっていうのをみんなが信じれてた時期というか、まあ、僕は去年からやっててその継続っていう部分と、まあ、ヒー君だったり、そういう新しい選手が入ってきた融合っていうのがうまくいってて、こう去年の自信をそのままのリズムじゃないけど、でできたのが最初の10試合とかだったかなとは、個人的には思いますけど、どうですか？そう、なんか、自信あったよね、多分。なんか俺は来て、なんかやってやろうじゃなくて、ついてくって感覚やな。まあ、スタイルね、そうだね。ついてくって感覚から、どんどんなんか、求められるものとか、チームの状況とか、すべてが変わっていって、悪い言い方してもいい？一回してみてじゃん。なんか全員が横並びになった感覚になって一瞬。というと？なんか今までは、去年とか一昨年からおったやつがこぼったのに、なんかチームの状況、か、やり方か分からんけど、なんかみんながこう落ちてきたという、俺らも上がっていったけど、落ちてきて、横一線になって、全員で何がしたいか分からん時期みたいなのが、多分あって、引っ張れる。そう、最初は引っ張られてたけど、そう、シュウとか、タイキとか、レオとか、まあ、コウタさんとか。でもなんか多分その人たちも役割が変わったり、求められることが変わったりして、で、迷って、なんか横見たら一緒におるみたいな感覚だった。でも、まあ、最後は抜けてくれる前のシュートかは。いやいや、まあ、でもそれはあるかもね。この10試合で、最初の10試合は本当にその去年の上積みでみんな自信を持ってやってて、まあ、そこから、まあ、システムだったりも変えたりして、
ていうね、まあ、感じだったね。なんか何か正解がわからんような時期が一瞬あったね、見えたっていう話もしてたね。そう、それがね、俺が横並びに感じた理由か、うん、そうですね。まあどっちかっていうと、多分今までは自分たちのスタイルを相手どうこうじゃなくて貫くっていうのは町だっていう感覚はあったんですけど、それをこう相手に合わせて、まあポジションもそうだしやり方もちょっと変えて、まあそこかららしさがちょっと減った感じもするんですけど、でもそれってまあ難しくて、それが成功したら、それで勝ってたら、もうもちろんそれがいいってなってたし、だからまあそこはこう評価っていうか難しい部分はあるけど、まあでも一個流れが変わったところはそういうところ、結果ね、俺らがついていく、そうそうそう、結果的にね、見るとね、俺らがついていくというのはだからそこの落とし込みが足りなかったのかなっていう、例えばなんか、まあ、システムを変えるにしても、まあ、やっぱあのゲームじゃないからそんな簡単にいくわけじゃないし、あのそこのねすり合わせの時間が足りなかったかなっていう感覚は俺はあるかな。いや、アクションサッカーからリアクションサッカーにやった時にちょっと変わったね、そういうふうに多分みんなが、あれここに行けるのにとか、うん、あここついてきてないとか、うん、なんかそういうすっごい小さなズレが多分あった。前は行きたい、後ろは行けない、逆に後ろは行きたい、前は行かない、うん、なんか多分ちょっとしたんじゃないけど、そういうすり合わせがうまくいかなかったかな、その時は、うん、だからその時に多分まあ本当にさっきちょっとヒークも言ったけど、引っ張れる存在じゃないけど、こうチームとしてこうしようっていうのをこううまくやれる選手っていうのが出てこないとダメで、うん、まあ、僕自身もその役割をやりきれないというか、やれなかったからあれなんだけど、こう例えばその、まあ、今もヒークに言ったけど、前は行きたいけど後ろは止めたいとか、そういうズレがあった時に、まあ、ちょっと話はしてたけど、本当の意味でじゃあ次からこうしようってチームとして決まりきってたかっていうか、そこまで深く話せなかったよね、多分ね。なんかどうしたいっすかみたいな感じじゃなかった、なんか後出しじゃんけんみたいな感じだったよね、うん、って感じでしたな。最初からドンって出すんじゃなくて、事象が起こってそれをゲーム中じゃなくてゲーム終わってからとか、練習、うん、オフ開けた練習とか、次に向かわなあかんときにまだ1個前の話してたり、なんかそういうのもあったかと思います、うん、俺水戸が悔しかったね、うん、多分俺仙台最後変わったんだよね、変わって多分すぐ失点して 2-3 になったんだよね、セットプレーで確か、なんかそれより水戸の最後スコスコスコって言われた方が嫌なんだな、そこら辺は。だからそれこそ本当にね、言ったけど上位追撃に行く、ね、金沢琉球って連勝したんだよ、でこっから で上位の仙台ってなって、あの負け方したのが悔しかった、ね、見てよかったよね、よかったね。でもだから最後最初に 2-0 になって、みたいな、あそこターニングだね、うん、だから2連勝してこっからって時の、まあ、負け方も良くなかったというか、ホームであの負け方するとやっぱショックでかいし、なんか多かったよね、今年、うん、最後どんどんと取られるとか、まあそこからまあ、いろんな媒体で俺も話してるけど、こうし何チームとしてのこう終盤に向け、あの90分の終盤に向けて強度が足りなくなってきて、失点っていうのがパターン化しちゃった時期の始まりというか、なんかでもさ、うん、一喜一憂してたね、ああ、あるかもね、それが安定しないあるかも、ね、うん、勝ったらなんかいけるっしょみたいな言い出してさ、うん、負けたらやっぱダメだろ、ガン一回やっぱその選手自ら集まって映像を見て、まあこここうだこここうっていう意見交換をしたこともあって、
多分その意見交換をした後にの試合とかで勝ってればまたチームとしてのこう一つになれるきっかけだったのかもしれないけど、その試合でも勝てなかったから勝てなくて、まあ、辞めちゃったじゃないけど、それをなんか継続できなかったんですよ。その、まあ、横浜市終わってミーティングして全員に喋って、じゃあこここうしてこうこうやって改善しようって言って臨んで負けて、そこでまたなんか自分たちを疑っちゃうじゃないけど、まあ、やってみんなで話し合ったけどやっぱダメだったっていうムードになっちゃった感覚は俺の中にあって、多分あれも岡山で勝ってればやっぱあのミーティングが必要で、これからもああいう風にみんなで話し合ってやっていけばいいんだっていう、もしかしたらそういう風に流れになったかもしれないけど、負けてやっぱ自分たちを疑って意味なかったみたいな感じにな雰囲気になっちゃって、それでもこういや次もあるし、しっかりまた岡山を振り返ってみんなでやろうとかできたらまた違ったかもしれないけど、それができなくて そこからちょっとなあなあになり始めてた気もする。それぞれ個人間で話してることはあったかもしれないけど、チームでそうやって話したことは本当に最後の方に行くまで結局なくて、まとまりきれずで結果も出ないからより疑っちゃうみたいな、こういう感じでのはこうじゃなくて、ベクトルがね全部外向いてた、俺らもそうやけど、あいつが、あいつが、こいつが、うん、なんかそんな感じやったな、最後の方は特に。まあ、まず一個はああいう風にサポーターにまあ言わせてしまうというか、そこの申し訳なさじゃないけど何やってんだっていう風に思っちゃったっていうのが一個あって、でまあそういう中でもまあなかなかまあサポーターの皆さんもこうね、自分がプレーできるわけじゃないから、まあやって選手にこう思いを伝えるしか多分術はなくて、でも勇気がいることじゃないですか、ああやって選手たちの前で話してっていうのは勇気いることだけど、それをこう勇気出してああいうふうに言ってくれて、まあ、もちろん選手たちはみんなその言葉を受け止めてたし、けど結局それがさっきも言ったけどその次にまた結果出なかったし、結局は自分たちの自分たち次第じゃないけど、俺はなんかもう申し訳ない気持ちしかなかった。ないから怖いわ。ないからだと思う。何もない。ひーくんは。ね。なんかせなあかんとかもないし。ない。だからナチュラルな人間なんですよ。ナチュラルヒューマン。まあ、びっくりすると思うな。多分生活見たら。普通。だから多分これがないんだと思う。俺は。俺はもう、怪我しない。あんだけ強度高くやってても怪我しないし、でそれはこう、ね、準備もしっかりしてるから、ね、その何もしないとかじゃないから、ね、あの練習もめっちゃ早く来て準備してるし、自分がどうやればある何、まあ、こだわりはないのかもしれないけど、自分がどうやればコンディションにいい状態を保てるのかっていうのは多分知ってるから、だからこう波なくムラなくやれると思うし、ね、どう思う？怪我選手だ、それが一番怪我しないしね。そのなんていう、こう気持ちの浮き沈みもないから多分できたことやと思うし、シュウもさっき言ってくれたナチュラルだから、ナチュラルにやってたらって感じです、うん、まあでも怪我ないってのが一番かな。そうです、テーブルに乗ってる中でチョイスするのは監督やけど、やっぱ乗り続けるってやっぱ大事だと思うから、うん、それだけかな、怪我せえへんかったところだけ、それってでもめっちゃ大事だからね、サッカー選手として、うん、まあ1年目で相当苦しんだんで、まあ、やっぱ、監督にもめちゃくちゃ厳しくされたし、怒られない日ないぐらい怒られて、でもまあそういう日々があったから、こうなんだろうな、新しく自分の引き出しもどんどん増えていったし、自分のなんだろう未来じゃないけど、こうやっていけばいいんだとか、こう自分の希望じゃないけど、そういったものもこう明確に出てきて、自分のモチベーションもやっぱ高くなっていったし、で1年目で
途中出場とかが多い中でもこうちゃんとある程度結果を残したっていうのが自信になって、でまあじゃあ2年目ってなった時に、まあ、海南も抜けて、まあ、自分がこうどれだけできるかっていうのはチームのあれに関わると思ってたから、まあ、そういう責任感、まあ、自分個人的に言うとこういつも調子良くなるとなるのって自分次第で結果が変わるって思うっていうか、こう責任を背負った時の方が自分はこういいプレーできるっていうのを分かってるから、2年目は特にそういう責任をこう自分であえて背負ってみてやって、まあ、それが良かったのかなっていうふうにも思うし、監督とコミュニケーションを積み重ねたことが、まあ、自分にとっては大きかったかなとは思いますね。おもろーって思いました。カズマもそうだったし、カズマも国体で一緒だったから、なんか、うわ、一気に山梨国体集まったと思って、もうそのニュース見た時におもろーって言ってましたね。そんぐらいの印象。まあでも、キー君は国体の時すごかったんですよ。まあ今もすごいけど、このワントップやって。ワントップで、ヘディングボールを全部胸トラップするタイプの嫌なフォワードで、能力化け物。それが今、サイドバックやって、まあ、プロの世界強めにやってんのと同じチームになるのも楽しそうと思ったし。考えられないね、冷静に。すごかったね。イブラヒモビッチだと思った。すげえ。170しか。いや、でも本当にすごいんだよ。まあ、今でもジャンプ力とかすごいけど、相手のゴール引くとかたまに被るけど、まあでもあれかも。まあでも嬉しかったですよ、本当に。そうやって昔同じチームでやった選手で、また一緒にプロで、まあ、後期もそうだけど、そういう人たちがいるのはすごい嬉しかったです。連絡したらしてない。連絡先知らなかったし。何もしてない。だって SNS もやってないからさ、全然連絡先も知らないし。ここで、ちょうど、ここの部屋で。こいつマジ強かった。なんで あんなに高校の時、タメ口でさ、いじってさ、めちゃくちゃしてたのにさ、こっち来たら、ございます。めちゃくちゃ他人行儀になってる。じゃあ、月光るとさ、難しいじゃん。話しかけても。はぁ、あ、だって、一人だけ端っこに座って、ずっと携帯いじって、話しかけてくれないでくださいってオーラをめっちゃ出してて、わ、近いですらと思って。俺どうやってヒー君と喋ってたっけなと思って。それこそな、踏みつけてもなかったもんな。うん、そう、ビジって言ってた。でもだから、ね。だってやっぱ山梨ってのはもうスーパースターやったからさ。いえ、すっごい下で。違う、スーパースター、うん、それはよくて。はいって感じだったもんな。だから、話しかけづらかったから、これでさ、俺がいきなりさ、ビジーとか言ってさ、何って言われたらもう終わりじゃん。多分ね、でも来てたら何って言ってたと思う。言ってたよ。そういう人だもん。多分、あーって言ってたと思う。そうだから、ちょっと一回下から入ってこうっていう作戦。プライベートではないね。どこだっけ、ああ、どこだっけ、なんだっけ、アピタじゃない。アピタだ。アピタだっけ。アピタか。アピタの名前。長津田ね。見つけて、こっそり後ろから行って。太田選手ですかって言ったら、はい、はい急に後ろから近づかれてさ、太田選手ですかって言われたら、サポーターだと思うじゃん。はいって言ったら、ヒー君。あんなところであると思わないもんね。あれビビったな。それで言うと俺まさくんにもベルクで同じことして奥屋のね、ま、今年去年かまさくんが買い物してて一人でベルクで、それ面白いじゃん。ちょっとで後ろから近づいて奥屋の選手ですかって言ってはいって言ってた。ずっと奥屋だからはいって言ってた。やっぱそうね、みんなちょっとトーン上がるよね。やっぱ急に話しかけるめっちゃおもろかった。地方は多分多いよね。俺も興奮の時は全然なかった。うん、でも興奮の時、興奮文句言われてんな。もう文句というか、俺温泉入ったら、露天風呂こうやって入ろうと思ったら、お、最近の太田さーって、めっちゃ二人ぐらいのおじいちゃんたちが話してて、シュッて閉めて帰りました。そういうのあるよね、まだ、ね。地方は。あと水風呂に、高校の選手と友達、先輩と一緒に入ってて、一人なんかこうやって、おっちゃんがこうやって、水漏れこうやって寝てて、で、まあ、寝てたからあんま気にしないんで、普通に超プライベートの話、もう、あんま聞かれたくないようなこと話してたら、
全部その話終わった後にそのおっちゃんが昨日は試合お疲れ様でしたって言ってたせこい全部聞いてからはせこいぞもう体も全部冷えきってだいぶ我慢したと思う聞きたいからいい地方はそういうのあるけど、でも町田はそんな多くないねと思うかな。まあ個人としては試合で出たこと、怪我なかったことが一番良かったことかなって、まあ、チームとしては強いてあげるのは点は取れるところかな。最後追いつかれて失点して負けるっていうのも点が取れてるからあるところだから、そこは良かったところかなと思います。チームとして良かったところはまあちょっと難しいというか上げづらいけど、まあでもまあ個人の経験値としてこうやっぱどうやったらチームがうまくいくのか、どうやったらうまくいかないのかっていうのが自分の中である程度まあ分かったじゃないけど整理できて、今後やっていく上でもまあ今年を教訓にしたいじゃないけど、まあ、やっぱサッカーってすごい特別で、みんなそれぞれが社長じゃないですか。もう自分を経営してやっていかなきゃいけないけど、チームスポーツっていうすごいまあ矛盾のようなあのスポーツだからすごい難しいと思うんですよ。だからそれをでもそれでもやっぱまとまらないと自分にも返ってこないし、それはすごい学べたんで、そこは良かったところかなっていうふうに思います。1年間ありがとうございました。たくさんの勝利は届けることはできませんでしたが、皆さんの声を聞いてパワーとして頑張ってきた1年でした。すごく楽しかったです。ありがとうございました。まあ、本当にあのたくさんの人に我慢をさせてしまったり苦しい思いさせてしまったシーズンだと思うんですけど、まあ、その中でも最後まで声援をくれて、本当にありがとうございました。まあ、個人ちゃんとも聞けてすごく嬉しかったし、2年目の僕に対してああいう風に歌ってくれたのはすごい自分自身もモチベーションになりましたし、頑張んなきゃなっていう風に思ったので、そこも本当にありがとうございました。ありがとうございました。